今年ももう終わりね。最後にもう少しだけ楽しみましょう。もうすぐ1年が終わるんですね。あ、おばあちゃんに年賀状出さなきゃ。あ、オーナーさんのことも書いちゃおうかな。1年の締めくくり、2人で過ごしましょうか。オーナー、大掃除終わった？私はいつも綺麗にしてるもん。オーナー、今年1年ほんま楽しかったです。また来年もその楽しく過ごせたらいいな。